サイキクスオの災難第2回最低最悪面堂力。はい、お弁当。今日から高校2年生ね。今日のお弁当は特に頑張って作ったの。進級記念だもんね。言えないな。こんな満面の笑みを浮かべる母に対して、忘れ物ない、今日は始業式だけだから弁当はいらないとは言えない。ただこれだけは言わせてほしい。高2にもなってこの弁当はないと思う。僕も仕事に行ってくるよママ。パパ、びっくりした。この間の一件以来いつもこんな感じだ。仕事終わったらすぐ帰るから。もう行っちゃうの？バカ、心はここに置いてくよ。前とはまた別の意味で鬱陶しい。くーちゃん、外ではむやみに力を使っちゃダメよ。バレたらまた大騒ぎになっちゃうからね。言われなくても分かってる。じゃあ僕も行ってくるよ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。さて、じゃあ会社まで頼む。屋上なら人にも見られん。シュンとやってくれ、テレポートで。ほら、両親で意見を統一してくれ。であるからして PK 学園の、私立 PK 学園高等学校、ここが僕の通う学校だ。正しく報道することであるからして、全校生徒542名、学業に励むことであるからして、しかしその中に僕の力のことを知っている者はいない。バレたら大騒ぎになるからだ。であるからして多くね。あれは幼稚園の頃の話。最初はグーじゃんけんポン。うわ、またクソの一人勝ちだ。プリンだ。僕はじゃんけんで負けたことがなかった。それも当然の話だ。僕には相手の考えがわかるのだ。よし、やつはこれまで2回連続でチョキで勝っている。あら、さらに俺の人生すべてをかける。負ける要素はない。中には勝てない手でズルする者もいたが、じゃんけんピストル、よーい、俺のか、なに、お前もピストルだと。アイコでねじ伏せた。幼稚園とはじゃんけんが全ての弱肉強食の世界。僕は幼稚園の頂点に立ち快楽を貪った。相手は他の園児にとどまらない。クスオ君、先生とじゃんけんしてくれる？先生勝ったらあの子たちにも分けてあげて。挑んでくるものは先生でも容赦しない。3回勝負よね。誰だろうと勝つ。あー、10回勝負よね。さあやりましょう。勝つ。100回勝負だったわね。そのうち先生が1回でも勝てばいいよね。勝つ。これが大人のグーや。勝ち続けた。296勝0敗58分け。次の日から先生は幼稚園に来なくなった。この事件を機に僕の噂はあらゆるところに拡散した。保護者、近所だけではとどまらず、インターネット、テレビの取材まで。僕の周囲は慌ただしくなり、父のブログも炎上した。何このアクセス。それ以来僕は人前で力を使うのをやめた。どうしても使うときは周りに人がいないことを確認してからだ。周りに人がいるかどうか、それは声、つまりテレパシーで判断できる。人とはこのように常に何かを考えている。いい加減にしろよ。帰らせろよ。足疲れた。同じ話何回してんだよ。引っ込んでろ。帰りたいであるからして、視界の外にいようが僕は声で人の有無を判別できるのだ。受信範囲は200メートルと少し心もとないが、生徒の時間やべえ、学校今日からだった。範囲内にいる人間は絶対見逃すことのないセンサーだったのだが、誰だ。このセンサーに引っかからない奴が一人だけいる。何が誰だだ。僕の背後を取れる奴は地球上でお前だけだ。面堂力。いや、久しぶりだな、相棒。こいつだ。同じクラスの不良少年、クラスの嫌われ者。うん、これ終わったら暇か。ラーメン食い行こうぜ。ひょんなことから気に入られ、やたらと僕に絡んでくる。しかし、そんなことはどうでもいい。問題なのは、この男の思考だけは全く読めないということだ。思考の読めない人間なんて存在しない。こんな奴でも。鬼瓦先輩チーッス、今日も後派でかっけーっす。今日は敗者か。やだな。こんな人だろうが、心を無にするんじゃよ。真理にたどり着くじゃろう。むむむむむむ。
めーめー、しまいには動物すらも読めるというのに、この男だけは全く読めないのだ。理由はすぐわかった。この男バカなのである。この男は何も考えてないのである。思考が読めないということは行動が読めないということ。早い話、この男がいきなり刃物で刺してきても僕は防げないのだ。アヒアヒアヒ、恐ろしい男だ、粘土売り機。話長えな、あのおっさん誰なんだ一体。いっそのことやられる前にやってしまおうか。PK学園の生徒として。おお、どうしたの？急に倒れたぞ、貧血。うわ、どうした？おめえどうして、うしっかりしろ。死んだのか、うん、死んだのかこれ。いや死んでないと思うけど。しっかりしろ、おい117だ、救急車。人工呼吸だ。まあ悪いやつではない。おい起きろバカ野郎、死ぬんじゃねえ。おい何してんだ粘土。鬼だこいつ。悪いやつじゃないと思う。くそー、かくなる上は人工呼吸だ。うわ、キスした。何してんだこいつ、イカれてんのか。いや悪だな、最悪な男だ、ひどすぎるけど。何やってんだ粘土、早く保健室に連れて行け。おお、そうか保健室か、よし。おお佐伯、お前ついてってやってくれ、粘土だけじゃ心配だ。ち、ボミックサイキクスオの災難第5回いかがだったでしょうか。サイキクスオ役の浅沼慎太郎です。粘土力役の薬健太です。イエーイ、お疲れ様でした。今週から4週にわたってお届けする作品は、はい、週刊少年ジャンプにて大好評連載中、麻生秀一先生のサイキクスオの災難です。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 なんか仕事来たことがなんかちょっとあれみたいな。いやいや、そんなことない、嬉しい災難です。ですよね、はい、嬉しい災難。再びボミックになりました。なりましたね、まあ、ありがとうございます。またやりたいねなんていう話をしてたんで、ね、言ってましたね。んですけど、なんかすごい無茶振りされてるんですけど、始業式の思い出ありますかって。始業式になんかこれといった思い出ってあります？もう全然あいな、どっちかっていうと卒業式とか ねだったらね、だったらね、こう始業式はそんなないっすよね。すまあでも校長先生がこう話長いみたいなのはね、あ、朝礼でもよくある。そうそう、一人倒れ二人倒れちょっとなんかジャンプの王道展開みたいな言い方しますよ。そうそうそう、保健室行って行ってみたいな。女子がだいたい貧血で倒れるっていうのが多かったですね。多かったですね、うん、倒れた経験のある方いらっしゃいますか？おいた、おいた、おお、そうですか。誰に運んでもらったの？誰に運んでもらったの？先生ですね。ああ、ちょっとなんかこう運んでくれてる男の子に恋をしたりとかいうことはないんですか？なかったです。なかったのか。なかったのか。例えばその保健室で寝かされてるところで学級委員が迎えに来て、うん、実はそれが好きな人だったみたいな、そういう。うん、なかったです。ないのか、ないのか。ちょっとね、皆さんも、ちょっと鉄分とか取るようにしていただきたい。なんだろうその微妙な、なんかいいこと言わなきゃいけないかなと。つかね、本当にないんですよ。でもないんですよ。ないんですよ。思い出。資料思い出ない。結論ないです。だからまあ、例えば夏休み明けとかでね、なんか変化している人たちはいますよね。あ、そういうのありますね。ますよね。何を読んでそんなことになっちゃったの？だったらコーラデビューしました、僕。え、どういうことですか？いや、どうし、なんかそのコーラを頭にぶっかけるとちょっと髪が茶色くなるみたいな。ああ、うん、イギリスのお金のないパンクバンドの人たちがやることをやってみたんですね。やってみたんですけどね、はい、何もありませんでした、ね、ベタベタするだけだと。そう、ただベタベタした。目にしみる、目にしみる、甘い、甘い、真似しちゃダメだぞ。何これ、何この これいる、このこの何いる。俺もなんか喋ってるうちに心が折れたね。というわけで次回もお楽しみに。お楽しみに。